西谷もみじが金メダルスケートボード東京オリンピックのスケートボード女子ストリートにおいて西谷もみじ選手が金メダルを獲得されましたまた中山ふうな選手が銅メダルを獲得されましたおめでとうございます西谷選手は13歳ということで日本史上最年少のメダリストとなりました西谷選手は試合後のインタビューの中で途中まで 勝てないと思ってたけど、周りの人が励まして、いけるよって言ってくれて、乗れて嬉しかった。他の人も応援してくれるから、最後まで諦めずにやろうって変わっていった。最新記録だと思うんですよ、金メダル。だからそれが嬉しいですと述べられておられましたが、西矢選手も、中山選手も、まだまだお若いですので、今後、さらなる ご活躍を期待しておりますこのスケートボードの中継の中であるアナウンサーが選手がヘルメットをかぶっていたのが残念などと発言してしまい批判が出ておりますがこのスケートボード失敗すると命に関わるような怪我をする場合もありかなり危険な競技でございます。骨折も 日常茶飯事とされておりますので、ヘルメットやその他のプロテクターなどについて、まあ、可能であれば装着をした方がいい競技となっておりますが、ぜひともこのような競技を紹介する皆様には、番組で紹介する皆様にはですね、このスケートボードにおいて、まあ、どれだけ 怪我人が出ているのか、しっかりと勉強していただきスケートボードだけではなくさまざまな競技において選手が怪我をしてしまいますと選手の人生に関わるような事態に発展してしまいますので、まあ、こういった防具プロテクターに対する批判を今後は二度と行わないように お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました